皆さんどうもどうもよろしく、オラシドラゴン TK です。でね、今回もエンチャントームやっていきましょう。ってことでね、前回はね、ゴーレム、コアね、銀行を回収して、そしてね、まあ裏で一応合成しておきました。ってことでね、まあ今日はコロナ駅通ってね、ポータとトーヤ助けに行くね、乗ってるんですけど、すでに死んでると思いますね。すでに死んでると思います。俺はそれ、そっちにかけるよ。レベル上がったけど、で、どっちが行くんや、どっち側行くんやい、どっちでも一緒やったっていうな。どっちも一緒でしたっていう。向こう側は、あ、違う、 OK。 これでね、分かるからね、すぐ行く方向が。それが嬉しい。にしても今回も序盤から めっちゃ敵出てくるね。よっしゃー。あれ、ちょっと強くなってくる。うわ、あ、敵、あ、ちょっと待って、そっち行く。あー、ちょっと待って、2匹残ってるぜ。2匹残ってるよ、頼む。もう一回3匹同時に、あ、 2ですか、2ですか。それはちょっとやめてね。2はちょっとやめて、お前。ああ、ポイズンで2はやめて、マジ頼むわ。そう、ちょっと待って、ちょっとなんでこんなにターン数が費やされなダメなんですか。 TB 引く。まあすればいいとして、まあやっていこうね。行くところはこっちでやってるっぽいね。ここ空いてるもんね。ここ空いてるもんねって、おい、空いてるから行ったら罠か、これは罠か、これは。あー、こいつら、あ、意外と少なかったよ、敵の数以外の少なかったよって。おっしゃおっしゃ、どうだ、ウェーイ、いけたー。うん、TB 低いね。もうちょっと多くてもいいよ、もうちょっと多くて多くなってくれてもいいよっていうね。うん、行く場所はこっちから。で、ちょっと待てい、出てきすぎじゃん、バンから。出てきすぎな、ほんま。まあね、前回やって、あと、VP とかね、やりとさせたんで、まあ大丈夫やと思うんですけど、ちょっと怖いね。この、出る頻度の高さが、ちょっと VP が減って、HP が1になる可能性が出てきましたよ。オッケー、一匹倒した。ちょっと待て、そういうのいらんて。よっしゃ、助かった、ありがてえ、集まありがとう。能力向上しました。あ、ダリオシールズはレベル上がったよ。で、こっちでやってるのが港区市街地、あ、こっちでやってるっぽい。ちょっと向こう何かあるか、ちょっとだけそれ見させて。出てくんなよ、フラグになるなよ、フラグになるなよ。まあどっちみち出るんやろうけど、もうちょっと遅い目に出てよ。オッケー、あー、取れた。1000かよ、もうちょっとくれよ、2000ぐらいくれよ。2000ぐらいくれても大丈夫やろ。ちょっと待って、よっしゃ、もうこっちやね。あい、やっぱフラグ開始、お疲れ様です。まあ出てくるわな。うん、まあ分かってたよ、分かってはいたけども、ちょっとね、やっぱね、ちょっと遅いに出てきてほしかった。市街地にもうちょっとできるだろうね。おお、一匹は倒した。でも一匹だけか。ちょっとやめて。一匹だけはやめて、頼む。もうちょっと。頼む。おい、オーバーワーキル。いいね。じゃあ、こいつもいた。終わった。いいね。いい調子で行けたかな。おお、300。嬉しいね。うん、ただ TP は低いね。相変わらず港区市街地、
え、こっちで会ってんやな。せやんな。うわ、こんな上で怖っ。俺やったらこんなとこ行こう思うわ。危険な橋渡るのと一緒やからね。うん、ゆらゆら揺れてるさ。こうゴーレムいっぱいやろ。はっきり言ってさ、ゴーレムも破壊されるんじゃね。こういったところは。よし、あー無理やったな。えい、ちょい待てい、ちょっと待てい。なんかさっきからやばくね、これ。おー、そういうのいらんから。おー、一匹は倒した。一匹だけか。あ、二匹目倒した、よかった。わっちゃるもん、ほんま。よっしゃ、終わった。やった、さらに磨きがかかった。お、レベル上がった。いいね、いい感じやで。いい感じにいろんなゴーレムと人が、うん、人がレベルアップしたよ。よっしゃ、それは嬉しい。うん、学園周辺、あー、ここでも出てこれんのか、学園の方に。早いな。で、千馬ちょっと千馬って、どこから行ける。あそこか、違うか。なるほど。だい。おい。ちょっと待て。どうした。こいつら、あ、二人だけ。いけるぞ。よっしゃ。よい。あともうちょい。あともうちょい。もうちょいで止まるねやな。こんな感じ。2段目でやるっていうな。そろそろ飯にしね。それのおかげでさ、VP 減るねよな。あっちには何もない。オッケー、行こう。何？あ、イベント進む。あ、妻が。ここが学園。これが学園だ。とにかく中に入るぞ。アツマなんかもうちょっと深刻な顔してるよ。大丈夫？っていう、まあ敵出てきたね。よーいな、トゥエイ。よーい、いや、4匹か。いや、一瞬カリンが敵に見えた。怖い怖い。俺の目が怖い。大丈夫かこれは。おお、おい、甘いや。よっしゃ、オッケー。一匹目倒した。せや、一匹目倒した。あー、もうそういうのいらんから。おっしゃ、255。うわー、ちょっと待て。相手強い。この敵強いな。まあけどライガーにかかればヘボいけどな。うん、あ、 TB、 あ、いい感じに平均的にいいぞ。よし、じゃあ中入っていこう。しゃあ、ちょっと待てよ。今ね、ちょっとね、自分の中でテンションが高い方。学園の生きてるわ。やっぱり凍ってる。やっぱり凍ってるか。アツマ大丈夫か。深刻な顔してるぞ。奥へ進もう。トーレに会うまで俺は絶対諦めない。そう、トーヤは俺の目標なんだ。あいつは学園一、いや、横浜シティ一優秀なやつで、誰の助けも借りずに何でもできるようなやつだった。だから俺はトーヤは最強なんだって信じてた。トーヤは一人で何でもできるすごいやつだって、いつかはトーヤに追いつくんだって、そう願ってた。そんなトーヤが自分の命を張って俺を助けてくれた。だから今度は俺が一人で
トーヤを助けなきゃいけないんだ。そしたら少しはトーヤに追いつけるんじゃないかって、そう思うんだ。そう。ああ。だからグズグズしてられない。行くぞ。うん、まあ行こう。おお、ここにこれやるってこと。ああ、ここなんや。 あれちょっと待って、これさ、外さ、あ、完全に全部消えてるやん。今初めて気づいたわ。カフェテリア。え、もうここ学園の、あそこやったんやっていうね。うん、パート1か2か3か4かどこか忘れたけれども、まあシティの方に出ていく方でね、ここ通りましたよね。なんか先生が見張っててさ。なんだよこれ。おかしいよな、全部凍っちゃってるなんて。だってさ、ちょっと前までここすごい立派な庭だったんだぜ。年がら年中いつだっていろんな花が咲いててさ、とっても甘い香りがしてさ、みんなが外で日向ぼっことかしたり、お昼ご飯を食べたりしててさ。うわあ、なんか妻ちょっとなんか心凍れる寸前じゃねえこれ。そんで俺はこの庭でコウタを飼っててさ、あいつと遊ぶのすげえ楽しいんだぜ。うわあ、あつは、あいつ俺が近くに来るとすぐに気がついて飛び出してくるんだ。すげえ嬉しそうに尻尾をブンブン振っててさ、すげえ喜んでる時とか、なんかこうあいつの顔くしゃって変な顔になっちゃったりしてさ、その顔がすげえ笑えるんだ。ねえ、残酷なことを言うようだけど、あー、言ったか。今は思い出に浸っている場合じゃ。え、コウタが生きていた。え、いや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 、コウタ見ただろ、今中央島の方に走っていったの絶対コウタだ。いや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 、何言ってるのよ。こんな状態で犬なんか生きていられるわけないでしょ。絶対コウタだって。ほら見ろよ、あそこ、あそこだけ建物が凍ってないじゃん。え、どこだけって、え、どこが凍ってないって。あそこにみんな避難してんだよきっと。行こうぜ。どういたします、カリン様。はあ、ものすごく怪しいけど行くしかないでしょうね。せやろね。なんか、コウタ生きてる、いやおかしいやろこんな寒いところでさ。いや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 、絶対罠やて。ねえ、ちょ、敵出てくるんや。普通に敵出てくるんや。どこでも相変わらず敵が出てくるんや。マジか。ああ、こいつらか。おっと、遅いっきゃ。お、ヘボイ、あ、だいぶヘボイ、あ、いけた。これはヘボイぞ。あ、もうそんないらんて。あ、せやんな、一旦で終わるねんからさ、ああいうのやめて。お、なんか回復してる、ベイビー。え、あ、そうか、そう、今さっき回復さしとったわ、あれ。大丈夫か、俺、ほんま。テンション高いのと引き換えにちょっと頭がちょっといかれてる。え、こっち行ける、あ、行けるよな。うん、で、これで、うん、変える。別にいらんねよな、なんもな。エーテルリキッドか。最大 HP と EP の 50% ずつを回復する公約、いや、粉薬か。へえ、なるほど。長期戦が予想される場合にはぜひとも持参したい。なら買っとこう。よっしゃ、8個ほど買っとこうね。所持 TV 他に使うことないねん。もはっきり言ってさ。でもって、なんかこん中でありそうな気するんやな。ちょっと待って、どこ行ける、どこ行ける、こっちかぽいな。そやな、この上やな、そんな気するわ。
おっしゃ、来たぜ。助けに来たで、コウタ。いや、バナやろうけどな。いや、はっきり言ってさ、生きてるわけないやん、こんなとこで。どうなんの？マジこの先予想つかへんねんけど、どこ行けんのって。おい、ビークシャー、こんな子も入っててくんのか。まあそれそうやわな。ちょっとびっくりしたわ。え、何こいつ、初めて見た敵やね。第1種戦闘配備。戦闘配備、ああ、ダレルシールズな。おー、でもヘボイ、ヘボイヘボイヘボイ。あっけ、あっけ、どっちなんや、強いのかヘボいのかようわからん。まあ2匹を倒したわ。なんかすんごい、こ範囲が広い、範囲が広いぞ。こいつの馬の敵は、お、何この経験値すっご。ちょっと笑けてもらったわ。経験値すっご、ここ上げどころやね、経験値じゃなくてレベルね。どこが空いてんのかな。空いてたら丸を押したらいけるからね。 3F 図書館。図書館行くの、は、おかしいやろそれ。ちょっと待って、怖い、マジちょっと怖いんですけど。お、なんか、あ、イベントが発生した。何紋章みたいなやつは。え、コウタだ。また、ああ、絶対今の声はコウタだって。なんか怖い。それにしてもここどうして凍ってないのかしらね。さあな、俺図書館のことはあんまり詳しくないんだ。本とか好きじゃないからさ。コウ先生なら詳しいんだろうけどな。コウ先生って。ああ、俺は当夜の担当教官、図書館とか研究施設の管理を任されてたんだ。ほう、どこかで聞いた名前な気が。なんでさ、ロンドンシティの人がコウ先生のこと知るわけないだろ。そんなことよりさっさとコウタを追おうぜ。そうね。なんか怖いよ、怖いよ。大丈夫これ言って。何調べる、調べる、どこ調べるの。なんか調べる出てきたよ。何マジで何。あ、これか。あ、世界窓維持で長きにわたるゴーレムを集結へ導いたとされる賢人たち、彼らの命は大抵人に親しいが、そのうちは確かに我々の暮らす現代へと受け継がれている。しかしながら彼らはその偉大なる知識ゆえ自ら属性を離れる道を選んだようである。彼らの末路の取材については諸説、いや諸説様々であり、せやね、現在となってはその行方を知る者はもう稀である。ということはその末路の末裔がこの悪魔なんじゃねっていう。調べる。オッケー。ゴーレム合成素材辞典。ゴーレムの多様性とその利用。ああ、これは それだけ。これはそれだけ。何か調べることができたような気が。てい、出てくるんかい。なんか調べられるような気がして、いろいろ走ってたら、敵が出てきましたよっていう。よっしゃ、まあやっても。暗い、あ、何残るやと。一残るやと、待ってください。そういうパターンにおいて。すげえね、すぐ終わるよね。任せた。さっさと進むわよ。まあ、今回はここら辺までですかね。で、あれ、どこ調べられんの。あ、ここか。ゴーレムの気持ちが分かる本で、ゴーレムに心はあるか。まあ、なんやろ。一応な、業務的なことはできるやろうけど。どうしよう、もうちょっと進む。あ、ここで。あん、あん、ゴータだ、近いぞ。わかったって、うん、
お？なんやここは。あれは？知らん。知らん。あれはって言われても知らん。じゃあ、 まあ今回はこれぐらいにしときましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。